中のやつらが何人かかってきても一人で屈服させる実力を備えてまいります。卑劣な池田大作は絶対許さない。皆さん男子精鋭1万人で大行進し、全員で堂々と正義の雄たけびを池田の耳に入れてやろう。某宗教の秘密の書、お遊戯会ドラえもん書という検索してはいけない言葉があります。これを検索すると前半と後半に分かれているドラえもんのショーが見れるのですが、この動画がなんとも不気味なようです。雰囲気的にどうも公式じゃなさそうですよね。実はこのショー、ある宗教団体が秘密裏に行ったショーの様子が流出したものだと言われているようです。ショーではドラえもんの登場人物たちが宗教の信者として登場。不気味な感じで身振り手振りを交えつつ宗教用語で会話を繰り広げるというストーリーです。さらにのび太くんの掛け声とともに納豆隊と呼ばれる謎の隊が登場。納豆のメリットを語ったかと思うと納豆体操というダンスを披露する謎展開です。そして納豆体操その後、のび太が家や自宅でお祈りする行為、いわゆる吻行は納豆体操よりも楽しいと謎発言。なんとその言葉を信じたスネ夫が入信してしまうんです。他にもキャスターたちがこれから地震が来る、このままでは人間の居場所がなくなるなど意味不明のセリフが連発され、本来のドラえもんの要素をぶち壊すシーンが盛りだくさんの内容となっています。ちなみに原作者の藤子 F 不二雄さんがこの宗教団体と関係があったという情報はなかったため、おそらく無許可で作られたものだと考えられます。